はじめまして、おはようございます。ふめいです。続きこれね、はいはい、覚えてますと思う。なんだっけ、ここで2匹を保ったまま上まで行かないといけないみたいな、そんな感じでしたね。で、次なんだっけ、これか。こうだからこう来てこうで、ここが赤バズ3連だっけ、赤バズ3連星すごいバズってる。で、おーどっちだ、次なんだっけ、ここが水ピー4連か。よいしょ、いけ、ロ、危ない。だいたい真ん中らへんを飛んで回避。あ、で、ここでこうか。この次が確か左から水ピー、そうか。あ、ちょっと待って、ここあれか。ほっ、どこわ、なんで2匹来た。まあ当たらなければ1匹も2匹も変わらないけど、前回ここ強引に行こうとして失敗して終わったんですよね。なんで、そうだ、ここそうだ。なの でここを一気に駆け抜けてジャンプ。おっと、待て、おっと、よっしゃ、来たー、ついに来た。入ってしまえばこちらのものんだよね。え、大丈夫、時間大丈夫。おっと、ついにやった。あとはクリアするのみ。よし、ここまで来た。ここはほっで、ほう、あれ、ジャンプして、ふっ、お、ああもうゴールかな、これ。まだですか。なんだ、ちょっと待って、あれ、ここいけるくない。いけるね。下のスイピン無視でいいね。待って、おかしくない。どうすればいい。ここはまず乗る、かわす、でローリングで、タイミングを合わせて乗らないといけないんだけど、ほっ、ちょっとおかしい、タイミングやっぱりおかしいよ、ここ。待って、あー、嘘、あ、いった、よし、ちょっとゴリ押しにはなったけど、まだ続く。あ、ゴールだ、オッケー。あー、終わったー。ここの難易度おかしいよ。これでボーナスコイン26枚で次が解放されたんだよね。大丈夫だよね。それってもしかして歯車か。俺がこっちに引っ越しした時にこの奇妙な箱が置いてあったけど、なんだかうまく変わりそうだぜ。何か起こるかもしれないからはめてみろよ。これ。ちゃんと動かすにはまだ歯車が足りないようだな。他のステージにも落ちてるかもしれないな。頑張れディンキー、お前なら全部見つけられるだろう。まああと1個ですけどね。まだぶっ壊すものが残ってるのを忘れるなよ。早くあのボタンを押したいんだよ。ボーナスコイン払ってくれんだろう。先に行きたかねえのかよ。はい、ナイスチョイスだぜディンキー。これでブーマスペシャルボムが1個手に入れられたじゃねえか、いつものセリフ。よーし、ついに最終ステージ、今回で完結できるか。
最終回、最終回行く？あれ旗ないの？旗はなくていいの？それで全部だぞディンキー、もう爆薬はないぜ。では最後のステージをクリアして、クリアしてなんだっけ、最後の歯車を手に入れる。いやー、ついにここまで来ましたね。ちょっとセーブしていい？前のステージがめんどくさすぎたのでセーブしていい？セーブします。はい、ポンコツロケットでゴー。ここもちょっと仕様変わってるんですよね。赤バズが倒せなくなってるのと、確かもともとは炎を吹き出す方向、なんだ、ボタンを押した方向に、あーやっちゃった、そう逆になってるんだよ。もともとは右に進みたかったら左に、左を押して炎を吹き出して行かなくちゃいけなかったのが、あー嘘、なんで今のダメ。リメイク版だとちゃんと押した方向に進むようになってるんですよ。なのでちょっと混乱しちゃうわけですね、押す方向がね。そこで苦戦しそうだ。左に行きたかったら左、右に行きたかったら右。なんでここ変えたかな。元の方やり慣れてるとどっちを押していいかわからなくなる。こういう時わからなくなる、どっち押せばいいか。大丈夫、燃料足りる、いける、いける、どこまでだ、あ、燃料あった、よかった。待てちょっと、この微調節。ここのミスはあんまり意味ないんだ。どうせ上に向かっていくときはミスじゃなく気にしなくちゃいけないのはぶつかるかどうかだからね。燃料取るタイプになったんだっけ。燃料足りる？待って、あ、嘘、ちょっと待って、そういう感じになったんだっけ。いや、まあどっちにしろ覚えゲーであることに変わりはないか。あれってことは燃料保たないといけないんだっけってことよね。あー、そういう意味でも難易度上がってるな。できるだけ保たないといけない。もともとは下まで行くと満タンになったんだけど、ちょまずい、これでもう見せれないぞ。あ、間違えた、押すボタン、ちょっと押すボタンがさ、あ、そう逆なんだよ。オリジナル版と逆だから分からなくなる。違う、そう、右、いや、待て、左、右、この隙間だしね、無理だよね、わかる。一匹ずつ倒していかないと無理だよね、あそこの隙間じゃ。ゴリ押しで行くんであれば、あそこまで残機を、残機っていうか、コンを残しておく必要がある。最初のうちはまだね、冷静でいられるから、右左どっち押せばいいかもわかるんだけど、冷静さを書いてくるとね、あ、違う、なんで今のダメ、ちょっと意味がわからないんだけど。勢いよくぶつかっちゃうと地面にだから、なんで炎を出してるのにダメなの。
今のはタイミングとかじゃなく明らかに押しっぱなしにしてたから。よいしょ、炎出てたはずよ。しかしこうなってくると最後の難関だな。あー、待てあんまり勢いよく加工しすぎてもあれか。よし、で取って、ちょっと当たらない、そんなバカな。ダメだ、待って、いや難易度調整に磨きがかかってるね。オリジナル版よりだいぶ難易度は跳ね上がってる気がする。え、なんで今のダメなの。うわぁ、曲忘れがちだけど、ちょっと上に上がっとかないと思うんだ。これ、今のは話しちゃった。今のはボタンを離してしまいました。頼むぜ。あとここさえクリアできれば、ラストボスを倒すだけなんだ。だけじゃない。だけじゃなかった。まだバナナバードが揃ってない。やることはまだあった。仮にミニゲームをクリアしなくていいとしても、やることがまだ残ってました。判定がどこまであるかの。うんでー、そこ当たるんかい。とととととと、まずい。結局燃料が減ってきてる。取って、こっちで、さらに戻らない、真ん中、こっち、いや、で、あ、こっち、いける、行って、ちょっと、よし、来た。だいぶ上がったね。そんなに上がらなくていいよ。あー、やったー、やったよー。あー、ついにここまで来た。まあどちらかというとこっちの方が苦戦したよね。さあ、ついにラストだ。ラストの、あ、待って、 DK コイン全部揃った、全部揃ってたよね。あれ？じゃあ最後のバロンクルール何出すの？お、またハングルマンを追ってきたのか。何か起こるかもしれないからここにつけてみろよ。全部揃えたが何も変わってなさそうだな。一体何の騒ぎだ？おい、外を見てみろよ、ディクシー。信じられないぜ。オリジナル版よりだいぶ見た目大きいですね。ふう、この中は暑いな。今度バザーのところへ行って扇風機を買おうかな。高いけど仕方ねえよな。オリジナル版だと思って真っ赤になったんですけど、
それはなさそうだっすね。それで全部だぞ、歴史も爆薬、爆薬の話しかしないのき。ポンコツロケットも何気に面倒だった。普通に泳ぐんだね。何気に面倒だったのでセーブさせてください、改めて。では最後の戦い挑もう。で、仕様変更でね、上のメーター見ても電撃が飛んでくる方向が分からなくなりました。なんだ。そうか、お前らが俺のバンクルール。ちっちゃくない？秘密の潜水艦を壊したんだな。もう俺の計画をめちゃくちゃにはさせんぞ。お前らに俺の力を見せてやる。溶岩が噴き出してきたではないかのセリフじゃないんだね。ああ怖っこっちのセリフも変わってる。その通り、覚悟しろこの厚かましい猿め。まだまだやらない。おい、当たった。また当たるんだね。はい、どのタイミングだろう。ここ、はい、オッケー。あ、来た。一回で来るんだっけ。てぃ、背中じゃダメ。あ、背中でもいいんだ。戻ってきた。おかえり。あ、やっぱり持ち上げた時に当てるのでもいいんだな。ちょっと自分も当たっちゃったけど。なんか軽復帰するの結構早いね。そこ、ちょっと遅かった。大丈夫。まだだっけ。あ、ここ当たる。はい、次行きまーす。こんにちは。おお、びっくりした。いきなり向かってくるんじゃないよ。でも安全面を考慮するなら伏せてた方がいいんだよ。オリジナル版と比べて狭いからね。そこ、はい、勝手にぶつかったりはしないのね。あ、ちょ、持ち上げて当てるのはちょっとあまりよろしくないかな。ちょっと突っ込みすぎてしまうね。そこ、もう一回だっけ。とりあえず樽の位置にいれば OK よね。はい、そこ来る。あお、そっか、まだ電撃は来ない。よいしょ。次は？ここで、あー、なるほど。シュンシュンって。なるほど。そんな端っこまで行く？あ、今ので当たる？投げて当てるつもりだったんだけど、今。ジャンプしただけで当たっちゃった。ちょっと今、コンベア無視してたね。いいけどね。おう、そう、いきなり突っ込んでくるの怖いからやめて。もうちょい、こっち。火、頭の上をかすめていく。そこです。こんにちは。おかえり。もう投げてぶつけた方がいいね。お、そこかな。ちょっと遅くても問題ないね。
者というだけあって完全に機械頼りよね。ここなんだっけ、ああ揺れるだけか。まあ適当に動いとけばいいね。ここまで難しくはない、まだね。そこ、次なんだっけ、次にプシュンプシュンだっけ。どっち、どっち、ほい、よいしょ。これで当たるっていう、これ揺れる意味あるのかなって思っちゃうよね。うえー、そっちはあんまり端まで行かないよね。なんか左はめちゃくちゃ奥まで行くくせに右あんまり行かないからちょっと温度差が、温度差で焼けたすんぜ。あ、終わった。普通にベアコインなんだけど、なんだっけ、FMI、これか、99% までいきました。密林の王者。はいはい。ここまではクリアした。あとは、バナナバードを集めて105までいくのかな。ヘイ。ファンキーか。あ、そこにもバナナバード。アンビリバボです。 DK コインを全部見つけたんですね。ソーリーディンキー、本当に全部見つけることを見つけるとは思ってませんでした。なのでニューなものはありません。ディンキー、ジョークです。ミーが作ったベリーグッドでかっこいいものをプレゼントします。ファンキーコプター。新しいの増えたね。これをクリアすると多分あのバナナバードがもらえるんでしょう。また来たんですか。今度はターボスキーを使って敵より先にゴールまでたどり着いてください。トラックを3周回るとフィニッシュです。よかろうなのだ。操作方法を忘れたのだ。ああ、 B をしてればいいのかな。トラック、こっち回り、こっち回りか。そこを教えてくれないとさ、コースどうなってるかわからないんだけど、このままぐるっと行っていいの。ちょっと待って、ちょっと待って、コースの形がわからない。ああ、普通にぐるーで良さそう。この通過こう来てこうか。ただ他の船と違ってこっち体力という概念があるからさ、その分不利なんだよね。どこ？一回トップに躍り出ちゃえば、あとはこうトップを爆走するだけでいいんだけど。あれ、これ壁にぶつかるだけでもダメ？壁ドンダメ？もう少し早く走らないといけません。スピード上げてみてください。いや、そこじゃない、そこじゃなくない、突っ込むところ。もっとこうダメージを受けないようにうたらかんたらじゃないの。ちょ君たち邪魔。文字通りのデッドヒッ、死ぬ。ちょっと待って、いきなり死ぬ。まったくもう操作がおぼつかないぞ。でもわあ、やだ、待って死んじゃう、ほんと死んじゃう、やめて。最後ちょっと減り早くない？あれをかいくぐってうまく1位に躍り出ないといけないんだけど、まず初期位置がこのど真ん中っていうのがね、だからちょっと先に行かせた上でこのインコースをこう抜いていくみたいな。これで体力を保つ。いいね、この方がいいや。わざわざ同時にスタートする必要性もないや。まだなの。ちょっと待って、
長くない？目印とかも特に見当たらないから、どこら辺でこう入力入れればいいか分かん。押された。一気に加速した。そうです、どうだどうです、綺麗に整ってないのも、それはそれでめんどくさい。あ、待って、まずいまずい、ちょっと待って、まずい、ちょっと待って待って、これ速度抑えながら行った方がいいのかな。でもそれするとな、あらららららら、ちょっと待って、ちょっと待って、体力気にした方が良さそう。敵はそんなに速くない。ちょっと待って、いやちょっと待ってよ、曲がる目印とか何にもないからさ、何にもないくせにさ、思いっきり外に持ってかれるからさ、ちょっと難易度というか、これ不親切すぎない？先行っていいよ、私はこうゆっくり行くから。ちょい、邪魔邪魔しないで。ちょい、目印ほんとないね、何か。あ、ね、もう、まあ、無理。抜かすこと自体は簡単なんだけどな。抜かそうと思うと一気に体力持ってかれるし、周りの船が見えないと余計にこうどっち曲がっていいかわかんないし。いろいろおかしくない？すごい振られるんだよ。待って、こっち、どこでこう入れればいいかわからない。カーブちょっと一旦 B ボタン離した方がいいのかな。して曲がる必要もないか。そうね、それで行こう、その作戦で行こう。うわ、危ないと思ったら一旦 B を離す。これだ。ちょっとちょっと、よし、ラップ3だからこれゴールしたら勝ち？勝ちだったりする。うるるる、ちょっと待って、そのちょっとブレるだけで思いっきり外に引っ張られるのやめない？でもとりあえず綺麗にドーナツ型なだけまだマシかな。よろしく。ここら辺でこう入れて、ここで一気に追い抜く。これだ。邪魔だな。追い抜こうと思ったら邪魔だな。邪魔だな。君たち邪魔。ちょ。君たち同士でぶつかるから余計に邪魔なんだよ。ここら辺。ここら辺。よし。感覚で覚えるしかないね。ちょっと待って。体勢を立て直せ。とりあえずあれだよね、この邪魔なんだけど、真ん中にこう何番って書いてあるだけまだ良心的よね。うん、今回は体力溜まっているのでは。ちょっと待って、追いついてきた。感性の法則が強すぎるんじゃい。どこだ？まだ。ここ。よし。
ラップ3。で、ここで一気に引き離せば私の勝ちだ。今回は体力も保っているはず。一気に持ってかれるからな。ちょっと操作見せるだけで一気に持ってかれるからな。油断はできない。そもそも油断できるほどの腕がない。ふう、まったく赤ん坊になんてレースをさせるんだ。よし、いける。このままゴールで勝ち。疲れた。どうよ。へい、すごく早いです。これを受け取ってください。そんなものはいい。バナナバードをよこせ。やりましたね。ミーのチャレンジ全部クリアしました。この変わった鳥を受け取ってください。何か役に立つと思います。やったー、また会いましょう。で、あれ、パーセントどこで見る？あった。あ、これで 101% いってるってことは、多分もともとの難易度だとここで100になって残り3匹で103だと思うんですよね。ところが 101% この時点でいっているということはいけそうだね。 105% セーブしよう。セーブしよう。あ、待って、時間もちょうどいいくらいになっちゃった。クリアまでいけなかったか。いや、でもあとバナナバード3匹で終わりだよね。行こう、行っちゃおう。今日はベリー暇です。シープの様子ばっかりずっと見てました。それはいいことで、ずっと船だったのに急にコプターになるからね。さあ、ラスト。場所変わってないよね。大丈夫よね。ちょっと操作がおぼつかない。こっちあれ、え、どこ、ここ何、この微妙な。長いよ、覚えられないよ。待って、長いよ。長いよ、覚えられないよ。どうしよっかな。ちょっと卑怯な手を使っちゃおうかな。動画の収録を一旦止めて、その保存された動画を見ながら、てかどういう状態になってるんだろう、収録中って。動画として見れるのかな。今収録してる状態だから見れはしないのかな。ダメっぽい。やっぱり一旦止める必要があるんだ。行こう。記憶力は苦手だ。長い、やっぱり長い。ちょっと一旦動画止めて動画を見ながら押します。はい、ということでやりました。このやり方で残り2つも一気に解いちゃって、今回最終回にしたいかなって思います。どこだっけ、これだ。ヒルトップ
覚えらんないし、私の記憶力をなめちゃいかんよ。ほんと当時よくこれクリアできたな。じゃあまた止めます。はい、ここも OK です。じゃあ最後だよね。102、あれ、え、ここで 102%？ あれ、それでは 103% にしかならないのだけれども、あれあれあれ、ケージ、どういうことなんだろう。さて、これでとりあえず全部のホラー穴は完了したわけですが、ここなんかあるね。バナナクイーン。え？ 103 にならない。103にすらならない。やっぱりミニゲームやる必要あるのかな？ああ、やっと私を見つけてくれたのね。ここの BGM 変わらないか。あの、育児なしのバロンクルールが。強力な闇魔法、ん、闇魔法で作り出した強力なバリアに私を閉じ込めたのよ。そして邪悪なクレムリンを利用して残された希望のかけらを島のあちこちに隠してしまったの。希望のかけらとは私の子供たちのことです。子供たちが揃わないとこの魔法を解くことはできません。お願いです、ピンキー。私の子供たちを全員見つけ出し、私のもとへできるだけ早く連れてきてください。お礼に。ここから、バロンクルールを永久に追い払うことを約束します。お願いです。急いで子供たちを探してきてください。私がここを出ることができたら、あの嫌なバロンクルールは、激しい頭痛に悩むことになるでしょう。ふぅ、まさかの、まさかの 105% どころか 103% すらいかない。ウィンクリーンのホラーな。次回に回しましょう。ということでね、あと 3% ですね。ここまでご視聴ありがとうございました。次回に回します。じゃあねー。と思いましたが、最後のバナナバードの位置が分かったので、このまま終わりまで行ってみようと思います。それで 105% になればよし。ならなければ、まあまた次回。ベラミーの家。ここだったみたいですね。ほら、いたいたいた。工場が壊れて本当に良かったわ。これでお花の育つところに移れるわ。ということで、今からどんなお花を育てようかと楽しみにしてるのよ。ふふ。感謝の印にこのゴルダスフラッタースを差し上げるわ。あら、ごめんなさい。バナナバードのことよ。珍しい鳥でしょ。だからその鳥について少し調べてみたの。不思議な力があるらしいわ。はい、まさかのここでした。で、オリジナルと同じだと、リンクリーのところ行けばいいのかな。あら、興奮しているみたいね。まるであなたたちをどこかへ連れて行きたがっているみたいだわ。パートのことは心配しなくてもいいわ、リンキー。うちの旦那に取ってきてもらうから。早っ、すごいぐるぐるしてるしね。ありがとう、私の子供たちを全員見つけてくれたのね。やっとバロンクルールの魔法から解放されるわ。さあ、子供たち準備はいい？私と一緒に歌って。これ歌ってるの？
また子供たちと一緒になれて嬉しいわ。すべてあなたたちのおかげです。本当にありがとう、ディンキー。さて、今度は私の出番ですね。約束通り、バロンクルールにお仕置きしないといけませんね。ここは原作通りだな。追いつくの早くない？タイムアタック始まってた。ここら辺の演出は一緒かな。もう下、水がものすごい勢いで流れているから移動しているようにも見えるけど、実際はこの上がってくる泡とかまっすぐだし、奥の背景も動いてないことから多分こっから微動だにしてないんですよね。あれ？ぶつかった爆発音は？ザ・エンドってね。どう？あ、いった！ 105% いきました。なるほど、 102% から一気に 105% まで上がるんだ。はい、ということで今度こそ本当にこれにて終わりですね。これボタン押したらタイトル戻るのかな。ファンタスティックコン、あ、ここに戻るのね。ということでこれにて今作も終了とさせていただきます。ここまで本当にご視聴ありがとうございました。これ次回に回してたら3分ぐらいで終わってたな。いやー、 105% リメイク版も行きました。よかったよかった。ではまた次回の別な作品でお会いいたしましょう。それじゃあね、バイバイ。